皆さんこんこにちは急にね、あのリコーダーから始まってびっくりしたと思う方いらっしゃると思うんですけれども、えー、その前にですね、えー、このチューバラボのね、ひでーバ YouTube チャンネル、えー、登録者4000人突破しました、イエーイ、ありがとうございます。 えここ最近ずっと動画アップできてない状態で本当に申し訳ないんですけどね実はあの録音の仕事ですとかチューバの自分のプロジェクトとかいろいろ重なってましてなか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 動画作るモチベーションまでいけなくて本当に申し訳ありませんでしたねはい。 こうして、えー、とリコーダー吹いてたんですけれども私あのなんでこれリコーダー吹いたかっていうと理由があるんですね、えー、それは何かと言いますと,、えー、と今まで僕は演奏する上でのコツというものは存在しないんですよって口酸っぱくあのお話ししてたと思うのを多分ご存知だと思うんですけれども実際のところ 演奏におけるコツというものはね、イコールでコツというものは私は信じてないんですね。例えば演奏するとき高い音を吹くためのコツっていうのがあったとして、その人によってのアンブシアの,そのかけてるプレッシャーですとか、力の加減ですとか、大きさっていうのはさまざまなものがありますので、あの全員に当てはまるコツというものはないわけですね。 1+1 が2になるとかそういう次元ではなくその人がどういうふうに吹いてるかということに対してどうするかっていうのが、えー、楽器演奏の本来のものっていうのは、えー、ずっと僕は言っていかないといけないことかなと思ってるんですけれども今回ですね実はちょっとコツかなって思う、えー、と部分を えー、発見というか思い出してねあこれはコツって言えるかなっていうのがあったんですねはいえー、とリコーダーをちょっと吹いて、えー、とこれ息子のリコーダー借りてるんですけれども、えー、リコーダーの皆さん運指ってご存知ですか、えー、これソプラノリコーダーなんですけど全部押さえると「正」が出ますね。これ芸ですねソーラーシード それで、D、の音はこれを親指を開くとその次の「ミの音ですね高い「ミの音は左手を半分開けてそれでこうすればこの「ミの音がなるわけですねそこでえっと僕リコーダーえっとたまに吹いて遊んでて気づいたことがあったんですね、えっと、まずこれ聞いいててみてください このね「で」の音と「A の音「レの音と「ミの音の間っていうのが「レはこの2第2番っていうんですかちょっとよくわからないんですけど押さえて吹いてるのでと次の高い「ミに吹く,吹く時は親指を半分押さえて12345って押さえるわけですね。ってことは何かと言いますと D を吹いた時それと「み」の音「A」の音を吹いた時この穴を塞ぐ感じが違うんですね。ということは聞いて多分お分かりだと思うんですけど「み」の方が若干音が太く聞こえませんかはい 例えばえっ、ー、と「二から「レの音に下がるとき特によく分かると思います「デーになった瞬間「レの音になった瞬間にスーッと音は抜けちゃう感じ分かりますかえっ、ー、とそれが例えば「替え指」ってありますよねありますよねっていうか金管楽器でも木管楽器でも「替え指」ってあると思うんですけれども えと例えば「み」の高い音の「み」を吹いて「れ」の音、えー、とこれだけじゃなくって「かえ指っていうのはミ「み」「れ」ってこれちょっと高くなるんですけどもこうすると「れ」の音が出るんですね,ですねちょっと音程は上が上ずった感じにはなるんですけど 音色が全く違うの分かりますか <noise> はい不思議ですよねこれ押さえた時とこの「で」のね「ノ、えートを、えー、とノーマルの指使いにすると全く音色が違うということだ、ね。それを いろいろ吹奏楽ですとかいろんなことに当てはめていくとそれが大きな、えー、ヒントとなるわけですねそれが大きなコツとなるわけですはい例えば「アルトサックス」は「インエスエ s S ンの楽器です S ンということはえっ、ー、と次の「ミ・ファ・ソラ・シ・ド・レ・ミ」ってこれ指使いちょっと違いますけどね その間に次にオクターブキーを押さえて次に行った瞬間とその前のオクターブとでこの穴の押さえる感じが全く変わってくるんですねそれで音色が変わっちゃうこれテナーサックスえあとクラリネットは「B から始まりますねこれでまたオクターブを変えた時にまた音色が変わってしまう フルートは正観ですよねフルートどれみ、まあ、ふあのリコーダーと同じですけれども全く同じことが言えるんですねそこで「替え指を使いなさいよ」「替え指を多用しなさいよ」ではなくって「あなたの使ってる楽器はそれなりの癖があるということを知っとくべきなんですね。 えっと今管楽器のことやってますけれどもピアノも同じこと言えるの知ってますか？えー、ピアノは弦一つの音に対して一本の弦ではなくて低い音の方はピアノの弦が二本だったりとかね真ん中は三本だったりってだんだん増えていくわけですねそれでえっ、ー、と太い方の、えー、低い方の弦は一つの、えー、スチールの スチールの棒にコイルみたいにねこうやってぐる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 ってあの銅のね芯が、ま、巻いてあるのご存知ですか銅のの線が巻いたのご存知ですかそれでえっと次3本とかになった時にそのぐるぐるの線が変わってしまうんですね。ですとかアップライトピアノと,えっとグランドピアノでまた変わってくるんですけど弦の。 流れこういう動きがあってだんだん変わってくるんじゃなくて急に弦がこっちに生えてきたりとかね変わってくるんですよ何が言いたいかというとそこの変わった変わり目の瞬間で音色がコロッと変わるんですねそれがえっ、ー、とわからないようにうまく調律できる人が 調律の名人人ととされるるじゃなないかなと僕は考えてるんですねよく僕は、えー、録音とかで調律をお願いしてる時にこの音の切り替わりのところであここちょっとまだあの変わり目がはっきりしす,しすぎてるので滑らかにいくようにしてくださいそういう風うにやってます。 はい。ちょっと話はね、えっ、ー、と、鍵盤楽器の言っちゃいましたけども、次、管楽器ですね。リコーダーでこんだけ出るってことは、えっ、ー、と、木管楽器でリード楽器とか、えー、フルートで思いっきしそれがね、出てくるんじゃないのかなって僕信じてるんですね。はい。例えば、金管楽器の場合、例えば4、4、四本、本バルブがあるときね、どレれ、どれってなったときに、えっ、ー、と、指使い、えー、ですね。こうやって押さえて、 が長くなった瞬間に音色が変わってしまうそれがなるべく変わらないようにえっ、ー、と「かえ指使いましょうね」みたいなのねちょっと前の,あの動画でいろいろやってたんですけれどもえっ、ー、とかえ指を使って変わらないなるべく変わらない音色を知った上で、えー、とノーマルの指使いにやるはい吹奏楽で合奏をやってる時皆さんのね サックスならサックス、アルトサックスならアルトサックス、テナーサックスならテナーサックス、フルートならフルート、チューバならチューバ、トロンボーンならトロンボー、ン何でもそうです。それぞれの指使いによって音色のターニングポイントとなる部分って必ず出てくるんですね。それが、えー、正感もあれば、米感もあれば、S 感もあれば、F 感もあればっていうのがあれば、 もちろんねトランペットアーカンとかゲーカンとかいろいろありますけれどもねデーカンとかねですけどもその楽器の特性に振り回されてたら例えば音階の途中で同じ音色を揃えるっていうことができなくなってしまうんですよ。これものすごく重要なことだと思ってて。 えっと、バンド指導を僕ねあのいくつか決められたところに、ね、コロナで最近行ってないですけど行くんですけれどもその時に皆さんこうやってオクターブ変わる時とかピストンこうやってガッてあの開放から押える押さてるから開放になった時特に気をつけて、えー、吹いてみてください音色が一緒になるように少し考えてみてくださいってやった瞬間にバンドのサウンドがガラッて変わるんですね。 これこそコツじゃないかなと思って今日の動画を作ってみましたまた次の動画ねいつになるかわからないですけれどもちょっとねこれものすごく重要だってことこれやっただけでコラールの音色とかメロディーのね、えー、とそのユニゾンとかすごく合わせやすくなりますよ是非、えー、活用してみてください えー、チューバーだけじゃなかったですね、今回のお話は。全体、吹奏楽、オーケーストラ、何でも言えることです。えー、とこのその楽器に、えー、おけるそのハンデみたいなのをもろに出さないということ、この楽器の特性を知るということです。はいということで、また会いましょう。さよなら。ごご視聴ありがとうございいまますすチャンネル登録の方をよろししくお願いします